だよね、この色のなんてやつだったか忘れたけど、なんかクラゲなんちゃらみたいな色の名前だね。名前忘れちゃったけど可愛かった。クラゲなんちゃらみたいな色、パッケージも可愛い、新しいグラス、名前が可愛い、忘れたけど買った時に名前可愛いって思った。なんかグラスの色が可愛かったから買ったんだけど、パッケージと名前が可愛かった。名前忘れたけど、クラゲってついてたの覚えてるけど、クラゲの後なんか忘れちゃった。このグラスかわいい。前髪の切れ味が鋭い。いつだっけ病院行ったの？最近だよね。1週間前ぐらいじゃない？最近だからだよ。今日ちょっと涼しかったから長袖着た。あ、これ？もともとついてるやつだよ、ここ。なんていうのかな、ブローチみたいなやつ。もともとついてる。誕生日仕様のやつとか。もともとのやつ。マツポーいついて、マツポー10月だったから先月。もうちょっとしたら。でまだね、まつげパーマしっかりかかってるから。まだかけ直さないけど、もうちょいしたらかな。だからきっと下がってくるか。作品？あ、クマの？そう、もともとこれついてるやつ。夜配信確かに久しぶりかもしれない。最近お昼とか夕方とか買ったから、長い一日。今日めっちゃ長かったね。一日朝めっちゃ早く起きたから、早起き、すごい早起きだったよ。エピはね、最近あんまできてない。てか認定戦だっけ、あのランク認定戦って言うんだっけ、なんていうの、最初にさ10試合やるやつ、まだね5か6試合ぐらいしかやってない。終わってないんだよね、10試合全然やってないや。最近はねレッスンがいっぱいあるからね、そっちの方しないと。レッスンだったりリハ一緒かだからのね、いろいろやんなきゃいけないから。
ち着いたらやろうかな、またゲーム。走んないと思って油断してた。配信ね、そう、間に合わないかなと思ってたんだけどさ、今日なんか全然間に合った普通に間に合ってできる、できた。ほらまだ入ってないよ、メイクしてる。フェイントかけたみたいになっちゃった。メールに書いたのに間に合わないかもって昨日ショールームでも言ってて普通に大丈夫だった、間に合った。晩ご飯ない、晩ご飯はお弁当、カレーの弁当、オーベルジーヌじゃないけど、でも美味しかった、めっちゃ。いろいろあってチキンとキーマと、あとなんかもう一個あったんだよね、忘れちゃったけど、キーマカレーにした。キーマ好きだから。甘口と中辛かな、確か忘れた。甘口だったか忘れた、多分甘口だよね。中辛と甘口で中辛にした。今カレーの中から、ひき肉がいいから今カレーで、それね、ご飯とね、ナンが入ってて、両方入ってて、ちょっとちっちゃいのが、ナンちっちゃいなんて結構大きいじゃん、普通のさ店とかで食べたら。それよりか大きくないけど、そのぐらいのと、ちょっと少なめのご飯が入ってた、両方入ってた。あとなんかちっちゃいチキンが、量入ってるタイプのやつだった。美味しかったよ。美味しいのお弁当はね、たまに出ることある。今回のは違うけど、でも今回のもうめっちゃ美味しかった。なんてところのやつか分かんないけど、あ、そう、タンドリーチキン、それ出てこなかっためっちゃ美味しかった。オーベルジーヌはそれ入ってないよね。オーベルジーヌはそのチキンじゃなくってジャガイモなのよ。ジャガイモもいい。ジャガイモとバター、マーガリンかな、あれは。まあどうしてもいいかそれもいいのよ。どっちも美味しい。今日のも美味しい。うちもカレーでした、一緒だね羽田空港にオーベルジーヌ、冷凍の家で食べるやつ。あ、そうなの。でもオーベルジーヌって羽田にあるんだ知らなかった。オーベルジーヌあれだよね、お弁当のお店だよね、なんていうの。え、違うっけ。普通に店舗があるわけじゃないよね、多分。え、ある私が知らないだけ、あんま詳しくない。タイカレーとか、タイカレーは食べたことあるかな。タイカレーってどんなの多分ないと思うけど、おいしいの。羽田空港は自動販売機、お店は4つ、いや3丁目と田町にある。あ、お店あるんだ、知らなかった。あ、お弁当売ってるお店ってこと、そういう意味か。なんていうの、普通にさご飯屋さんって感じじゃなくて、お弁当売ってるお店ってこと。ココナッツミルクとか入って、あ、グリーンカレーとか。グリーンカレー食べたことある。あ、あれだよ、あのさ、エーペックスのさ
西井カフェ去年行った時にワットソンのメニュー食べたの。ワットソンのやつがねカレーだったんだよね。普通のカレーとグリーンカレーだったはず。でグリーンカレー食べた。多分それで初めて食べた気がする。グリーンカレーってちょっと辛いよね。名前あんま辛くなさそうなのにさ、見た目と名前ちょっと辛いよね。あのカレー西井カフェ、西井カフェ、カフェコラボカフェ。それはあるわ。グリーンカレーはある。食べたこと。それがわかんないけど、いつもお店でさカレー食べるときさ、ナンカレーとか行くんだけど、カレーライスあんま行かないのね。ナンカレー行くんだけど、外でカレー食べるときは基本ね、キーマカレー頼んじゃうんだよね。ひき肉好きだからいつもキーマカレーなの。マッサマンカレーならそんな辛くない。マッサマンカレーってどういうやつ。でも私カレーなの好きだよ。辛すぎたらあれだけど辛すぎたらちょっとってなるけど食べれない。ちょっとカレーぐらいだったでしょ。今日もカレー焼中からちょっと辛くて美味しかった。スープカレーとか、スープカレーはね多分食べたことない気がする。キーマカレーが好き。私はひき肉が好きだからチキンカレーとかよりキーマがいいねせっかく配信、いつもの言うとあれ、レッスン場のこと。あれはレッスン場家じゃないよ。確かに最近そこで配信してたけど、よくすっご昨日も話さなかったからほらあれは自分の家じゃないです。あれはレッスン場ですあれ家だったらやばいよ。家にボーイスあるってことだからあ、昨日は引っ越ししたか。今日はなんだっけ。あ、今日は実家で配信か。いつもの家と違うねってあれは家じゃないのよあれはレッスン場です。もはや第二のお家。あ、まあ確かに確かにね、お家、第二のお家説それはあるかもねこのコンサート期間とか、この今のコンサート期間とかはめっちゃ行くからさ、レッスン場。確かにもう第二の家みたいになってる。一日の滞在時間確かに多いね。気になるけど、もう一日中いる時もあるし、朝から夜までちょっとの時もあるけど、そこで寝泊まりはしてないね。しないですね。してるメンバーいないんじゃない、さすがに。寝泊まりはあんま聞いたことない。レッスン場でに泊まるっていうメンバーあんま聞かないけど、いるのかな今までにさ。
レッスン場にいて日付も終わったはねあるけど、泊まったはさ、レッスン場に泊まって泊まったことあるわ、あんま聞いたことない。いないじゃない、わかんないけど。仮眠室とかはないね。ない。あ、でもなんか。とかはないけど、そういう部屋はみんななんていうの、レッスン場の楽屋、楽屋っていうのが荷物置く場所あるから、そこら辺のとかで寝たりしてる。時間が空いた時とか、レッスン場でも寝る、レッスン場でも寝たりする時間があったら、レッスン場でなんか曖昧に寝てる人、レッスンとレッスンの合間とか同じ時間に寝てるメンバー結構いるよ。変わると寝れないタイプ。いや、枕変わっても全然寝れる。ホテルのベッドとかで寝れないとかそういうのでしょ。いや全然寝れる。全然寝れるね、枕。この車の中でも寝たりするよ。この車の中は寝てる方が多いよ。あの距離長いければ長いほど。メンバーはそういう人が多いんじゃない、結構割とどこでも寝れるとか、どこでも寝れるっていうか、うん、なんていうの、椅子とかあれば。結構そういう人多いと思う、メンバー。そんなイメージ。邪魔されたら怒るタイプ、ね、どういう時かによるよね。え、次の日めっちゃ朝早くてもう早く寝たいって時にねえねえねえみたいな隣から伝えられたら、え、それ嫌じゃない。え、それはちょっと嫌だけど。別にそういうのじゃない。どうなんだろうな、めっちゃ眠かったりしたら嫌かも。あとは本当に寝たいって時だったら。そういう時じゃなかったらいいけど。みんなでもそうでしょ。みんなそうだよね。毎日10時間くらい寝ててほしい。え、寝れるんなら毎日10時間くらい寝たいよ。うん。休みの、お休みの日とかね、めっちゃ寝るんだよね、私。アラームかけずに寝るのね。アラームかけずに寝れる日がさ、
一番最高じゃない？アラームの音で起きるのあんま好きじゃないからアラームかけなくってもさ起きれたらいいけど無理だからさ、お休みの日しかできないけどアラームかけずに寝る一番幸せだよね笑もかけずに自分が起きたいなって思う時までずっと寝るっていう一番いい。洗うのこだわり特にない、特にない、書いてない、アラームの音、携帯のアラームなんかあのなんていう一番最初に設定されてるやつ、寝過ごしたことある。スルーイベントの時はね、あれ寝る時間がないから合間で寝るのよ、配信の数時間とかでだからあったね、合間で結構数時間おきにやるから、スルーイベントの期間中は配信を、だから朝起きて配信して数時間寝てまた配信してそう、なんかちょっと寝て配信してちょっと寝て配信しての繰り返しだろ白い目ってお飯の方もなんだろうけど大変だからね、どっちも。猫に起こされない、猫はあのベッドある部屋に入れないんだよね、入れない、ベッドあるの2階で猫がいつもいる部屋、猫をいつもゲージから出して、猫がなんていう、猫2階にあげないようにしてて、2段ベッドだからさ、ベッドの下隙間があってさ、あのそこに入ったらなかなか出てこないのよね、だから大変だからゲージに戻すのが、だから2階に連れて行かないようにしてて、本当に大変なのゲージに戻すの、だから1階だけにいさせるようにしてるからね、猫を起こしに来ることはないですね。その2段ベッドのね、その下の隙間のところに入っていくね、で全然出てこないから、でさ手を伸ばしてもさ奥の方行かれたら無理じゃん、届かないから、ゲージの中入れとくと無理だから2階には出ていかないです。スイカゲームしてますか？最近流行ってるやつでしょ、スイッチの。やってないのよ、面白いそれ。えどういうゲームなのあれ、あんま知らないんだよね、あのゲームの名前と、なんかちょっとほんのちょっとだけツイッターでプレイしてる動画見たぐらい、なんか流れてきて、スイカゲームあんま知らない、どういうやつなのあれ。スイカ割りではないスイカ2個作るの、あ、スイカ2個作るのを目指すのあれ。なんかね、なんて言ったらいいのかな、なんか最初ちっちゃいフルーツで、でその同じフルーツをつなげると次ちょっと大きくなった違うフルーツになってみたいな、それを繰り返していっ
ってスイカを作るやつでしょ。伝わった今のでなんか同じのをねくっつけて、なんか上から降ってくるの。下にね何個かさ、なんかランダムでいろんなフルーツがあって、で上からフルーツが降ってきて、で同じのをくっつけてみたいな。あ、そう、一回り、同じ種類の果物をくっつける、一回り大きい違う種類の果物になる。そしたら最後にスイカになるそういうゲームらしい。それをスイカを2個作るって言ってたっけ。2個作るのを目指すゲームなんだって。それが最近流行ってるらしい、スイッチのゲーム。なんかスイカゲームなんか流行ってるって前さ、ショールームで見てさ、コメントツイッターで見てみたら意外な感じだったゲーム全然知らなくて。結構流行ってるっぽい。スイカ一個作るの大変。あ、そうなんだ、面白そう。あ、200円台で買えるの、そんな安いの。で暇の時スイッチのやつ喋ってみる。に、あのスイッチのさ、違う、任天堂オンラインか、入ってないとダメとかある、もしかして。ある、任天堂オンラインは入ってないんですけど安いゲームカバーできるやつ。それはニンテンドーオンライン入ってないんだよね。入ってなくていけるやつ、それなら考えとくわ安いね、200何円とか見とこうかな。面白そうだった、それ。スイカゲーム、スイカ作るゲームそのまんまじゃねスイカゲーム名前が、え、名前スイカゲームってやつでしょ。違う、みんながスイカゲームって言ってるだけとか。 YouTube で配信する。 YouTube はね、私の今持ってるスイッチがね、スイッチライトだから多分 YouTube ではできないんだよね。普通のスイッチ買わないと。うん、55分ありがとう。そう、普通のスイッチ買ってキャプチャーボードだっけ、なんかね、そう、つなげるやつ、パソコンと、それを買わないとできないんですよ。でちょっとランキング見ますね。13位から13位、プッチーニさん、ありがとうございます。12位、ズシミケンスーケさん、ありがとうございます。11位、マモロイさん、ありがとうございます。10位、コペルさん、ありがとうございます。9位、オサムさん、ありがとうございます。8位、香港なるマットマーク、許可おいさん、ありがとうございます。7位、ユージャットマーク、許可だけを一番愛してるさん、ありがとうございます。6位、バトニーさん、ありがとうございます。5位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。4位、周平さん、ありがとうございます。3位、ウドさん、ありがとうございます。2位、カズアットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。そして1位がニャンホソさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。見えた、ありがとうございました。ありがとう、急遽だったんですけど間に合わないかもって言ってたけど、結局やった、間に合ったから、ありがとう、見に来てくれて。明日の配信は、明日いつやろうかな、明日はお昼ぐらいに、もしレッスン上の、あの、いつも配信してる場所が空いてればするかもしれない。空いてれば。でもね、
開いてなさそうな気がする。明日人多そうだからレッスン上使ってる。開いてたらするけど、もし開いてなかったらそうだな、明日夕方ぐらいか、夜夕方ぐらいか、朝はない、午前中はない。夕方ぐらいにしようかな。いや、部屋が空いてたらお昼ぐらいにしようかな、はい、あのレッスンの合間の時間にする。空き時間です。でもそこが空き時間のメンバーが、私と一緒の時間が空き時間のメンバーが使ってる可能性が高いから、空いてるか分かんないんだよね、場所が。空いてたらする、空いてなかったらできないけど、って感じかな。またなんかウィワース DM とかメールに書きます。空いてたって聞く。あと1分ぐらいか。ありがとうね、今日よかった、間に合って配信。そう、今日チケット使おうかなと思ってたけど大丈夫だったわ全然普通に間に合った。45分ギリギリになるかもって思ってたけど、20何分ぐらいから始めた、30分前ぐらいから。よかった、できてね。メールにできないかもって言っちゃったけど曲できたわ、ごめんねすぐ寝る、すぐ寝ようかな。メイク落としてお風呂入って、まだメイク落としてないからね、お風呂もまだまだだから。うん、そうそう、消えちゃう。じゃあまた明日の配信で。明日はあのお昼できたらするね、空いてたら、場所ができなかったら、空いてなかったらまたウィバースとかメールで書きます、する時間。じゃあまたね、ありがとうございました、おやすみなさーい。また明日。バイバーイ。またね。